塩尻市の老人ホームの元職員が入居者を殺害した疑いで逮捕された事件で、通帳を盗んだことが発覚するのを恐れて犯行に及んだ可能性があることが分かりました。殺人の疑いで昨日逮捕されたのは、下諏訪町の無職、餅月大輔容疑者です。警察によりますと、餅月容疑者は去年5月、勤務していた塩尻市の老人ホームで、 入居者の前田裕子さんに薬物を飲ませ殺害した疑いが持たれていますまた去年3月に不正に入手した前田さんの通帳を使って現金7万円を引き出して盗んだ罪などで起訴され裁判が続いています捜査関係者によりますと盗みの発覚を恐れて殺害した可能性など警察は関連も含めて慎重に捜査しています餅月容疑者の認否は明らかにしていません